やべえ、可愛すぎて鼻血出そう。ちょっと待って、ピオキング可愛くない？ねえ、めっちゃ可愛いんだけど、ちっちゃ。動画のね、最初でもあった通り変えたんですよ、アバター。ちょっとですね、可愛さを出そうかなと思って。今の時代やっぱ可愛さですよ、可愛さね、可愛さめっちゃ大事になってくるんですよ。いろんなね、あの実況者さんいると思うんですよ。まあいろんな実況者さんやったり、まあ実況者さんじゃない方もうね、たくさんいると思うんですよね。あのアバターはみんなね、結構面白おかしくする方が結構多いんですけど、僕はですね、そこをですね、ちょっと可愛さを取っておこうかなと思いまして。いや、こうなると思ってたみんなやられてる。ここアイテム取っていこうかね、一回アイテム取っていこうか。で、アイテム取ってったらさ、もう一回当たってもいいでしょ。だからこれ取っていきます、僕。あー、飛んでや、熱っ、めっちゃ熱いね、これ。飛んでいきたいけど、飛んではいけないもんな。よし、ただね、この羽はですね、あ、熱い、熱いよ。うわー、熱い、これ。あのキノピコ、ちょっとね、敵に当たるのビビってると思うんですよ。あー、取られたやるなー。よし、あ、待って待って、これ危ない、これ危ない、ここ危ない。オッケー、これはどういうコースだ、これ。多分ここ上にあれ来るでしょ、ツタ。よし、オッケーオッケーオッケー、いいねいいねいいね。これ上か。このまま走って右にジャンプしたいところだけど、いや、ちょっと待って、いや、ちょっと待って、これ下に潜ります。え、こう一旦かけてジャンプしていきます。無理ー、早く行こう。あそこ早く行った方がいいね。そしてアイテムマジで取ってった方がいい。あんだけキラーが出たらマジ危ないもんね。よし、オッケー、これを避けまくるのは結構得意ですよ。よし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 。うわ、これ無理でしょ。え、なんなのこれ。え、ちょっと待って、右か、こっちか。で、危ない、なるほど、 ここで上、熱い、これ熱いよ。やったー勝ったぜ。早くみんなおいで。いや、これ結構難しいよね。でもちょっと先にゴールさせてもらいますね。しらすくんの顔なんかじわじわくるし、あの2番目も待ってさ、もうやばいね。マルチプレイヤー VS リフレックスゲーム、なんだこれ。なんかでもめっちゃ面白そうだね。どうしよう、一番下に行くか。一番下に行って、これピンポンでしょ、これ。どうすりゃいいの。え、なんこれ。え、これ反射神経的なやつ。よし、オッケー。いや、めっちゃ速くなかった今。やっぱ反射神経結構いい方だよね。いや、これ面白いね。これ見たことある。これ見たことあるね。ねえ、マリオ。やったやったやった。これさ、もうつい最近したやつじゃん。いや、これもマジで勝てるよ。もう結構ね、覚えてるもん、このコース。よし、ジャンプ。いいね。いや、このコースはさすがに勝ちますよ。はい。はい。オッケーオッケーオッケー。よし、前回はね、このコース負けましたけど、今回ね、勝ちに行きたいと思います。前回はですね、あの、マリーが結構いい仕事してくれたんですよ。僕をね、めっちゃ手伝ってくれたんですよ。いやー、めっちゃ早いね、今回。やっぱ、知ってるコースだけあって、マジで早いわ。あ、積んだ？ちょっと待って、これ積んだ？あぶねえ、あぶねえ！よしよし、あぶねえ！前回はあそこでなんかね、積んだんですよね。一回テレサにやられちゃって。よし、次、ピオキング。オッケーオッケーオッケー。完全独断場だね。よし、頼むから、ラグだけはやめてね。よし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 。いや、いやった、いやった勝った、これ絶対勝ったよ。よし、で、ここも渡っていきます。失敗さえしなければ、絶対いけるはず。いよーい、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。これ、オンオフを変えながらどんどんね、駆使していくパターンのやつだね。これもオンオフだね。オッケー。よし、マリオ一緒に行こう。ね、マリオ一緒に行こう。マリオ、マリオ、ちょっと待って。変えないで。変えないで。変えないで。タイミング良すぎ。変えるタイミングマジで良すぎ。よし。で、次は、これは、右か？あ、マリオやられてるね。あ、追加ポイント。追加ポイントちょうだい。よし。あ、デカにならないのか。オッケー、ナイス、キノピーコ。オッケー、やったやった。あ、それじゃあ気を取り直していきましょう。まだまだ全然追いつけるチャンスはあるからね。このドッスンだね、このドッスン、ドッスンね。マリオ、マリオ急ぎすぎ人のことは言えないけど急ぎすぎ。で、次これ渡っていきます。おし、うーわ、危ねえこれ。よし、上から行こう。上から行った方が安全だね。いいじゃん。これ下から、上からどっちだろうね。下はあんま意味ないっぽいね、多分こう。あ、待って、ゴールさせて、ゴールさせて。
パワー。これ今さ気になったんだけど、コースを作るじゃん。コースを作った時って自分が作ったコースがみんなでバトルで採用される時あるのかな。それめっちゃチャンスだよね。自分が作ったコースだからね、もうコース知り尽くしてるもんね。おお、マリメ精神ヤンダさんいるね。そしてユウスケかっこ12って書いてた。12歳の方がやってんのかな。12歳って言ったら中1か小学校6年生ぐらいでしょう。いや強いんだよな、そういう人も。見てあのキノピオでしょ、もう動きがなんかおかしいもんねそれじゃあ行きますか。これはなんて書いてあったろう。ここ行きます、僕ここ行きます。え、ピンポンって書いてる。え、何、え、何がヒントなのこれ。これ真ん中でいい、真ん中これ。いやちょっと待って、オッケーオッケーオッケー。でこれは真ん中でしょ、これも。オッケーオッケーオッケーこれ色を、色違いをいけってことかな。なるほどね、そんだけでいいのか。あ、これめっちゃ簡単だね。ちょ待って、遅れる、めっちゃ遅れた。これは真ん中だね。いや違う、そっちか。オッケーオッケー。うわ、これ難しいね。これ絶対真ん中だと思ったんだけど、次ハード。今のでも十分難しかったけど、これは、うわちょっと待って、いや待って、ここだ。オッケーオッケーオッケー。そして今度は、うわ早っ、この人めっちゃ早っ。そして次はどこ、これ、え、どれ、やったよしよしよし、これでゴールで。これ難しいね、これなんか一番右っぽい、一番右なんか薄いもんね。よし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 、きた。そしてなんこれ、なんとかセーブ。さあこれ難しいですよ。これありすぎ、めっちゃありすぎ。これどうしようどうしよう。これはね、ここ、ここっぽいよね、みんなね。やったやった、今の一発はすげえだろ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。